こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、以前に紹介したこちらのスーパーマリオ野球版、こちらとこちらもだいぶ前に紹介したドラえもんの野球版、この2つを使ってちょっと遊んでみたいなと思います。と言いますのも、この2つ、同じ会社なんで一緒だと思うんです、スタジアムの作り自体は。ただドラえもんだったらのび太くんとかジャイアンとかね、あとこちらの秘密道具、こういうのがついてて、でマリオだとたくさんね、マリオたちのキャラクターの人形がねいっぱいついてるんです。で同じ企画だと思うので、これ混ぜて使えるんじゃないかなと思ったんです。このタイプの野球版、結構ね、点数の取り合いになっちゃうんですよ。で、これ混ぜて使ったら、ヒットとか出にくくなって、かなり白熱した野球版、野球遊びができるんじゃないかなと思ったんです。とりあえずね、守備を、強化していきたいと思います。隣。そうだぞ、ボールはこの中に入れて、よし、でよいしょこれを使えば多分相当ね、点数の取れないスタジアムになると思うんですよ。やっぱりマリオがピッチャーかな。テレサ好きだけどマリオピッチャーにしよう。ピーチ姫は静香ちゃんと一緒、私の好きなテレサはショートにしよう。ピオはドラえもんの横、よし。ハンマーブロスは、ハンマーブロス守るとこないな。ちょっと金を一個どけよう。ここハンマーブロスにしよう。ノコノコも入れたいから金はどけよう。ここにしよう。あ、これいいっすね。どうっすかこれ。これだけ守ったらなかなかヒットならないっすよね。どこ打ったってアウトにされそう。あと、ちょっとやってみたかったのが、バット二つ、ダメか。ダメなのか。これいけるか。これどうだろう。ここで打って、すかしても、これで打てる。これいらないな。これやめとこう。ということで、これでやってみたいと思います。これどうすかね、どんな感じの試合になるんですかね。であと秘密道具もね、チャケさんとじゃんけんで取り合いして決めてみたいと思います。ではですね、こちらの秘密道具の5つをじゃんけんでチャケさんと取り合いしたいと思います。でこちらのエースキャップ、こちらのエースキャップを取った方が、相当有利になるので、水をどこに入ってもストライクになるので、消える魔球からね、何から全部ストライクになるんですよ。でこれ取った人がもう圧倒的に有利になると思うので、これに対抗するもの何かないかなと思って、ちょっとね考えたのがこちらです。はい、モンスターストライク、これの上位の野球版なんですけど、めちゃめちゃこれですよ、このめちゃめちゃホームランの出るバット、このねゴムのこのバットがついてる、こちらの左バッター、通常だったらこれも打てないじゃないですか。ただこれね、なんか触れるんすよ、ほらこれすごくないですか。これだったらエースキャップに対抗できるんじゃないかなと思ったので、これ使いたいと思います。というところで、チャケさん来てくれましたので、秘密道具の取り合いをしたいと思います。でチャケさんどう、あ、取っていった。じゃあさっき選ぶ6個あるからさ、これ秘密道具にするから。これね、モンスターストライクの左バッター、これめちゃくちゃホームラン出るんです。一回一緒にやったでしょ、すっげえホームラン打てるやつ。こうやってねすれば両方打てるんですよ。で、あとエースキャップも入れたんでね、最強のエースキャップ入れたんで、どれ取るかっすよ。ピッチャー有利でいくかバッター有利でいくかっていうのを選ぶみたいな感じですね。どこぐらいしかない、ホームラン狙うしかないでしょ。ああ、もう打つんですね。じゃあチャケさんはモンスターストライクについてた左バッター、じゃあジョージ石原はもちろんエースキャップ、チャケさんは秘密道具のこのアベコベ使うそうで、ジョージ石原はこちらの通り抜けフープを使います。でこれを通り抜けたら全部ホームランになるというやつです。どこでもドアで、じゃあ私はガッチリグローブで、この2つ両方ともね壁になるだけです。ということで
1イニング面白かったら2イニング3イニングということでよろしくお願いします。プレイボール、ファール、これヒットっすね。実写らはヒットボール、それはヒットなんで外に出とるで。いやでもここ来てるんでヒットなんですこれこれヒットなんです。何が来た。いやこれルイージが邪魔でランナーがルイージちょっと避難してください。あかんでしょ。ダメですか。ルイージそこ。まあまあいいっすけどいいっすけど。ノーアウト1、2塁ですね。ボール。うわあ、ワンワンですね。ツーベース。はい、ジョージ・シャナ、1点です。ストライク。ファール。アウトー。ワンアウトー。ヒットですよね、多分。はい、ストライク。ホームランだったね。アウト。ホームラン。抜けた？抜けたっていうか、でもこいつに当たってアウトになったからアウトでいいんじゃない？これ邪魔だねこれ。それいらない。いらないねこれね。じゃあジョージ・シャナ次ピッチャーでいきます。ヒットかな。どこに立った。これはアウト。アウトやね。そんなことある。これはアウトやね。入ったらアウト。ファーン。アウト。ヒットアウト。終わり。ゲームセット。何これ。いや、わからんけど。打ちやすいの、打ちにくいの、どうなの。でも、守備すごいよね。でも、ほんとアウトになるじゃない。じゃあ、いくよ。ど真ん中ね。変化した。やっぱ、ホームランすごい。もう一回投げてみようか。うん。うん。弾き半端ないね、それ。じゃ、これに変えるだけでよかったんじゃないの、これ。これでやってみる？さっきの後半のなしにしてさ、8点差を追いつけるか。はい、じゃあ行きまーす。おぉ！おぉ！スリーベース。バッターアウト。おぉ！ヒットめっちゃ打てるやん。アウトやね。アウトやね。打球の威力半端ないね。吹っ飛ぶもんね。ツーベースヒット。ユーヒット。ヒット。おヒット。ツーベースヒット。ヒット、ヒット。アウト。ゲームセット。8対4ね。8対4。これ文句なしですよね。はい、いかがだったでしょうか。どうですかね。結局これ面白かったっすか。うん、まあピーチ真ん中はあかんかなと思って。そっちかな。そっちなんだ。だってさ、ピーチ吹っ飛んだよ。あ、ピーチ、あんたが吹っ飛ばしたんじゃないですか。あなた吹っ飛ばしたんじゃないですか。女性を吹っ飛ばした。そうや、ピーチはだからさ、守備位置つけなくてよかったかもしれない。ランナーとかもよかったかもしれない。ピーチ、そんな、じゃあ静香ちゃんもどけた方がよかったのかな。なんで女子はこう真ん中かな。やっぱその画面上ちゃんと目立つところに、やっぱ、何の話これ。